いや、いただきます。勤めてみようか、オープニングを。あれ、見たことあるな。見たことあったっけ。記憶にねえわ。だって何もスライムとか一切出てきてないもんね。変ななんか地図の記号ぐらいしか出てきてない。それじゃ記憶には残らんよ。最初から遊ぶ。携帯電話って何？やっぱ気になるな、これ。携帯で冒険。今やスマホよ。でもこの頃でも携帯はあったんだよな。i モードとかだ、この頃。Easy Web とかな。とんでもねえよ。え？ルカの旅だ。そうか。モンスターズ2は、あれだ。商売戦略上、二つに分かれてるんだ。この頃の悪どい、任天堂が舵を切ってさ、赤緑に分けたのと同じで、分かれてるんだ、男と女に。ルカの旅立ち、イルの冒険。まあじゃあ、ルカが男？まあ男上だよな、多分。イルが女なの。ルカ男なの？あ、そう。まあいいや、別に。名前を入れてください。ルカじゃねえのかよ。ルカじゃねえの。ルカでいい。ルカでいいでしょ、別に。いや、俺の名前なの、ルカじゃなくて。シンスケでいいの。ルカをシンスケと呼ぶってことなの。説明がよくわかんないけど、まあでも。いや、絶対ルカでしょ、これ。ルカだったらルカでいいよ、別に。ルカはルカだろ。いいです。データある秋は。あ、よかった。なかったらもう一回今の言わなきゃいけないと思って。南の海の真ん中に浮かぶ小さな島国マルタ。あれ、ワンもマルタじゃなかったっけ。一年中暖かく自然に囲まれたこの島に一隻の船が向かっています。文字フォントがいいね。丸っこくてフォントがいいよ。フォントがいい。どういう導入なんだこれ。え、この人はもうこの世界の生き物なの。テリーはなんかタンスの中入ったら別世界行っちゃったみたいな感じだったけど、俺の頭の上に魔物が。でもテリーの世界にも魔物はいるし、そこでも魔物の仲間にできるから、なんかおかしな話だよ。おかしな話だよ。お前別にタンスの中入らんでも、お前の世界にモンスターいっぱいいて、そいつ仲間にすればいいじゃん。これは思っちゃうよ。魔物たち、あ、やっぱイルが女の子だね。真面目な妹。もう何日も海しか見てないから退屈だったんだ。スラ。お前はスラなの？お前ドラゴスライムなの？お前がスラ取っちゃったらスライムの語尾は何だよ。スライムの語尾を取らないでくれ。スライムへの配慮。すげえ喋るな。これ5歳ぐらいでしょ、この女の子。荷物。漢字もすげえ使う。え、いけないじゃん。確か、ワルなんとかっていう名前だったっけな。ここまで覚えてるんだったら、出てくるだろ。記憶の性質としてさ。途中まで思い出せたら思い出せるだろ。おお、いや、渋いな。チョイスが。緑色のこれサボテンボール。え、これ男性、サボテンボールだよね。柔らかい干し草をベッドにしたらぐっすり眠れそうだな。あんたも植物じゃないのか。ブルブル、海の上は苦手であります。地に足がついていないと落ち着かないであります。この柱にすくえばいいじゃん。柱を穴だらけにしてさ。え、あなたは俺のお父さんですか？めちゃくちゃ貧乏じゃない？ホームレスかと思った、お父さん。母さんも楽しみだわ。普通だな、俺の両親、今後あんまり話すことなさそうだな。この地味さから推察するに。なあ、いるよ。俺らの親、モブだな。
え、危な。まあこれからもっと危ないことするから、こんぐらいは多めに見ないとね。大きいヤシの木が見える。もし登っても降りるときは大変そうだ。あ、分かったわ。これ主人公に選んだやつが一切喋らないんだ。だから横の人が喋らざるを得ないんだ。大変ですね。すげえ喋るな。新助龍介みたいな。ちょっと紛らわしい、あの漫才師の方の、誰もが知ってる方の新助龍介のコンビみたいな。片方全部喋る。おお。ぶっといヤシの木。まあ、ワンで行った舞台だよな、これは。マルタの国の。お腹が空いたすら、なんか、お前なんだ、俺のなんだ、こいつペット、一番のペットなの。ドラえもんみたいな。ドラえもん殺すけポジション。いやいやいや。やっていけるのか、俺ら、こんなやつと一緒に。よく今まで仲良くやってきたの。あいつと。あいつ、いざという時、火吹くでしょ。殺されるぞ。やはり殺処分を検討したのか。親父も殺処分を検討しろよ、あんなやつは。ん？なんかいる、ここ。アリ。アリの方がいいよね。引っ越したばかりで仲間が少なくて寂しいであります。あんまり群れられても困るよ。アリの仲間たくさんできても。人間に無法を起こすか、分かったもんじゃない。やはり、母さん、殺処分を検討しろ。お、右上の方に何か。これいずれ行けるようになって、あそこから新しいダンジョンに行ったやつか。お父さん、すごい猫背だ。俺みたいだ。母さんの手伝いに行ってきなさい。俺の母さん。お、見ろ、斜めグラフィックがある。おい、いる。お前斜めグラフィックないじゃないか。お前あるはずだろ。主人公の一人なんだったら、お前斜めグラフィックあるはずなのに、なんでそんなオーリンみたいな歩き方するんだよ。それは導かれし者、導かれし者じゃないウォークだぞ。それはお塚に行ってほしいのよ。あなたたちの大好物の木の実のパイをおばあちゃんが作ってくれたの。本当かよ。言わされてるだけじゃねえの。おばあちゃんが大好物と思い込んでるだけじゃねえ。ニシンのパイみたいに。俺は内心実は結構嫌いでさ。木の実パイが預かり所に届いてるんだよ。そのパイ嫌いなんだよな。あ、でもイルは本当に好きみたいだな、木の実パイが。洗濯物を干した後のお日様の匂いがさ。いいね。イズム。ホリーイズムだね。じゃあ、ばあさんのとこ行ってこよう。え、ここ我々の別荘なの？そんな金持ちなんだ。サボテン。これ何？まあ、いいとこ住んでるな。この藁の、藁がサボテンの家なの、これ。あいついいとこ住んでやがる。早速寝床を用意してる。順応しとる。基本的に上半身は裸なのか。慣れるまで時間かかるな、これ。俺の名はマルタの王子、カメハ。お前たち新入りにマルタのルールを教えてやるからな。あ、はい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 、はい、違うわ。ワンの舞台はタイジの国だった。で、マルタの国がライバル国だったんだ。そのライバル国で始まるのか。面白いな。お前たちは知らないと思うが、精霊の俺が言うことは何でも聞くんだぞ。よく覚えておきな。顔は信用できないな。まあ青いやつもそんな信用できたもんじゃなかったけどね。青いやつはむしろあっちの方が自分を悪だと自覚してない分、立ちが悪かった。あれは立ちが悪かった。あいつあれで善玉のつもりだからな。なおさら腹立つよ。王様一人息子のカメハ王子に甘いんだ。甘いってことはやっぱあれで甘え上手なとこあるんだろうな、カメハ王子の。王様と二人きりになった時は猫撫で声を使って甘えとるんだろう。
とりあえず宝箱は調べる。それが教えだ。ユージーの。それがユージーが俺に教えてくれたことだ。いいもの見つけたぞ。これは向こうの店に売りに行ってみようぜ。暴れすぎじゃんお前。そいつはいいな。その金でおやつでも買おうぜ。軽犯罪が気になって、軽犯罪が気になるわお前ら。そんなことしていいのか。でもそれ俺ら言えたことじゃないのよ、よく考えたら。全然それが日常なりわいとしているから、あれを認めていかないといけない俺たちは。あいつらを責めていては、あいつらを責めていてはもうウィーガンになるしかなくなるぞ。俺もう一切宝箱壺には手を出せない。宝箱をウィーガンにならざるを得ない。そうして初めてあいつらは避難できる。耳を澄ませば引いては寄せる波の音が心に響いてくるだろう。全然響いてこない。音しねえもん。これ入れんの？バイクの音とか聞こえてきそうだけど。もうすごいなぁ。うい！え、なに？へそなんか。トトロかなんか下に潜っててへそ。物体で地面の穴に線をしているように。何！物語が中盤に差し掛かる頃、これを引き抜き、中に新たなダンジョンが。階段！砂に階段。こういうのでいいんだよ。砂の中に階段。ここには一体何が？ワクワクしかねえな。ここには一体何があるというんだ。まあ後で来るところなんだろう。これは何してんだっけ今。とりあえず探索タイムか。もういいや、上行こう。どうせどこも行けないだろうし、おそらくは。へへ、ばあちゃん一緒に遊ぼうぜ。いいやつじゃねえ。風景がぐるぐる回って見える。あのいたずら王子と精霊には困ったものだ。いいじゃん別に。年寄りをいじめて何が楽しいのかな。いや、受け取り方、受け取り方。親しまれてると受け取ってくれよ。受け取ってくださいよ。っていうか、なんで全員古事記フォームなんだよ。古事記フォームばっかりだな。とりあえずあいつらが行く先々でいたずらをしてるのをある程度見てから王様に会いに行くみたいなことかの。子供たちが行くとこじゃないさ、帰ったら。わかんない。上からなんか滑り台。じゃああいつらがいたずらするポイントを俺がそこに行って一通り見なきゃいけないわけ。あいつらのいたずら一覧集。こっち。次にあいつらが出るとこって。あ、なんかそういやばあさんのところに行けとか言ってなかった。そうだ、パイ、木の実パイだ。すっかり忘れてた。本会を、だって木の実パイを受け取ってくるなんてさ、俺の頭のこの原始的な本能に根ざした行動じゃないから。ここ？ここか？モンマス。モンマスじゃない。木の実パイどこ？ここね。おばあさんからいい匂いのする荷物が届いている。どうやって運んだんだろう。石じゃねえか。いい匂いのする包みを受け取った。クール便な。クール便じゃないよな。そんなに早くどこから届けてるんだよ。輸送能力すごいな。鳥が運んでんのかな。何しやがるんだこのバカおじ。いいぞ、そこかんでやりやい。そうすれば話が早い。残った方と蹴りをつける。そこ噛んでやり合え。あ、まさかこれは木の実パイが。この匂いは木の実パイだな。俺はなんて運がいいんだ。
木の実パイって言うとロッテみたいだな。ロッテ、ロッテ木の実、あれロッテのパイなんだっけ、ロッテチョコパイ、あれ、あれ名前なんだっけ。お前には悪いがありがたくいただくとするか、なんか盗まれるのか。ザ・ニシンのパイとすり替えておけばよかったな。マルボーにはもったいない、これは俺がいただくぜ。これがニシンのパイだったら、あのニシンのパイの作ったおばちゃんもこんぐらい取り合ってくれれば本望だろうにな。幸せだよ、この木の実のパイ作ったおばあちゃんも。こんなに取り合われるなんて、私ももう少し生きてみるかのてなもんよ。あれ俺ら食い物なくなったの、まあいっか、どうせ何も食わ、飲まず食わずでも生活できるでしょ、この子、この子らは。ガソリンでも飲んのかが。盗まれました。それにイルはどこに行ったのかしら。あれイルがいない、まあいっか。あれあいついつの間にいなくなったの。どこ行ったのあいつ。おい、よう長い船旅ご苦労さん。俺の名前はスラッシュ。お前に分不相応な名前だな、贅沢な名前だ。あ、スラだからスラッシュか、なるほど。一応 かかってはいるんだな。困ったことがあったら何でも俺に相談してくれよな。お前に何かを相談するときは完全に焼きが回ったときだ。スライムなんかに相談をするなど。あれあれ、なんで、ま、未だにあれやってるんだけど。もう怒ったよ、返してよ。あ、右に行っただけだったのか。なんだ、もう絶対に返してやれないからな。いやいやいや、あ、でも 王子がこの時代の王がそう言うんだったらもう無理だろうな。おい、カメハ、あんまり引っ張りすぎるなよ。おい、引っ張るな、お前。でもこれ引っ張れってことじゃねえか、ワルボー。振りをやめろ、お前ら。三人揃って。コントをやるな。どうせ木の実パイが引きちぎれるんだろう。俺の好物の木の実パイが伸びっちまうじゃねえか。伸びるっていうか、もう、ぶち切れるだろ。ははは。あ、でも海に落ちなかっただけいいな。で、この中に入って、何か冒険がね。そう思うでしょ、おばちゃんも。おばちゃんもそう思うでしょ。ここから新たな冒険が始まるってわけよ。なぜそんなところまで行ってる。俺は腹が減って死にそうなんだよ。孤独のグルメか。さっき食べたばかりだろ、食い意地の張った精霊麺。お前らよく食べ物でそこまで熱くなれるな。お前らすごいよ。口の悪い王子だな。よし、それなら勝負だ。もう何の勝負だ。ごぼう仕分け合い対決か。それは私たちのものだって言ってるでしょ。まあ別に俺ら食わんけど。お前たちの熱量すごいな。木の実パイ一つにそこまで熱くなれるって。こいつら見込みがある。いいガッツしとるわ。お、吸い込まれる。お前そこに先兵として。マルタのへそが壊れた。マルタの、マルタの生命力が。よし、入れ、お前そこに。ちょうど、ちょっと吸い込まれれば入る位置にいる。俺は知らないからな。入ってけ、お前、中に。自分だけ逃げやがって、役に立たないやつ。あれ、お前、おい！え、何その男気。なんとかなるか。お前たちこっち行こう。ちょっと待ってくれ。あの青いやつよりこいついいやつやるのか、やっとして。あの青いやつよりいいやつの可能性あるぞ。思えばあの青いやつはダンジョンをクリアするためによくわからない上から目線の説教をして帰っていくだけのどうしようもねえゴミクズだった。だからこの悪棒、口は悪いが行動で示すタイプか。このままじゃ間違いなくマルタの国が沈んでしまうぞ。お前たちが木の実パイを持っているからこんなことに。おい、そこかよ。木の実パイきっかけ。とにかく時間がない。何でもいいからへその香りのものを持ってこい。それボケろってこと。これだ、これです。おい、これはパイナップルじゃねえか。へその代わりになるようなものは何か家にあったかな。何かいっぱい大喜利になるネタになるようなもの持ってこう。今度夜間とか持っていくぞ。よし、待ってろ、ワルボー。ワルボー、
憎めねえな。青いやつと違って、青いやつは今思えば終始救いのないやつだった。もう忘れよう。サンバカが大丈夫でありますか。ついてきてくれよ。むちゃ、として最初の仲間ルカの父さんは何を言っても相手にしてくれないんだすら。捨てたいと思われてるんじゃない親父に。みんな驚いちゃダメよ。もうすぐこの島が沈んじゃうの。え、そんなことになってた。俺も初めて知ったわそれ。お前らの力くれ。じゃあアリ来てくれ。俺と一緒に。本当に島が沈むのでありますか。そういえば海が迫ってきている気がするとあります。そう、早いよ。それはお前の勘違いだ。だから今話しかけてるじゃない、ね、力を貸してやるとか言ってる割に全然来てくれないんだけど。君たちは何なんだ。大変だ、砂が沈むぞ。そんなことしてる場合じゃない。あ、でもパイは無事だったのか。ずいぶん汚れているわね。中開けてみてくれ。ぐっちゃぐちゃになってるから。そんな簡単に沈まないわよ。なんか台風の時みたいだな。台風の時の母ちゃんの落ち着き。早く持っていかないと。え、何へその代わりのものって。この壺で持って行ってみるか。きっとあの何にぴったりよ。いや、その持っていき方だと 120% バレるだろう。ここからどうするんだ。さあ、ここからどうする。お、なるほどね。そうやって後ろ向いてやらないか。まあいいか。お母さんおっちょこちょいで助かったわ。さあ早く見せてみろ。さて、うまくいくといいが。でもこいつちょっとこの出た瞬間にどんどんこう漏れてってやばいんじゃない。早く詰めないと。あのチャリの空気入れる時みたいになって。よし。だがこれはあくまで間に合わせだ。マルタね、その代わりはこんなもんじゃ。へそどこ行ったの。どこあるだろう。天井に引っかかってるだろう。バレーボールみたいに強い力が込められた特別なものでないと。へそどこ行ったの。へそは、あれもうこれ、あら、おい、もう一回入れ。ワルボ、このツボで俺を殺す気か。いやいやいや、そんなアクシデント予想してねえよ。覚えてるよ、この彼は絶対返してやるからな。そんなの予想できるか。お前、粒が吹っ飛んでお前に当たるなんて。そんなとこに立ってたお前もう避けられない。お前もう悪いだろう。また入ってくれるのかよ。憎めねえな。こうなったらお前たちに異世界に行ってもらう。俺はここから動けないんだ。不思議な鍵と呼ばれる異世界の鍵だ。その精霊の力がこもったレア物だぞ。その代わりになるものがある。ここが最初のダンジョンだったのか。マルタを救えるのはお前たちしかいないんだからな。託されちまったぜ。俺にも役目が。何それ、またくれんの。異世界からマルタへ帰るときはこの鍵を使え。この鍵は一本きりだからな。くれぐれもなくすんじゃないぞ。なくしたらどうなの。二度と帰れなくなる。家に帰って相談しよう。早く行けよ。あ、でもあいつあのサンバカを仲間にしていかないと。極粒子ども、私たち二人で異世界に行って探すしかないよね。いや、やっぱりやめとこう。俺たちには無理だ。いる。俺たちにそんなことをできる解消はない。おいおい、おとりさん。何にしけたずらしんで。おめらには悪いが話は聞かせてもつい。そういうことなら俺が一緒に世界へ行ってやるよ。おめらのうち一人が残れば丸く収まるんだろう。まあ、そういうことね。
お兄ちゃんとっても生きたそうな顔してるわ。どんな顔だ、生きたそうな顔って。押し付けるんじゃねえよ。そうだな、ルカとならうまくやっていけるかもな。お前それだけ主導権握ってるくせにいかねえのかよ。いる。主導権握るだけ握っていかないの。今日はゆっくり休んでおくんだぞ。おい、ワルボーに差し入れ持って行ってやるじゃん。ワルボーにパン、焼きそばパンでも持って行ってやるよ。あるとね、その代わりになるものにつけないと。ルカは果たして丸太のエースの代わりを見つけることができるのか。これシンスケにしなくてよかった。絶対感情移入違和感しかねえだろ、これシンスケって呼ばれる。もしも怪我しちゃったらすぐにゴロを使いなさい。クソ1個。お、 HP27、 伝統の HP27 じゃねえか。あ、アリは？サボテンは？おい、来いよ、お前。僕にはちょうどいい。おい、ごくつぶし。俺たちと一緒に来い。働くんだよ。様々な道具が落ちている家であります。おい、ごくつぶし。お前なんてパワーあり余ってただろ。女から肉を取り上げるぐらいの。だけのエネルギーがあり余ってるのに、こいつこういう時手が下がるのかよ。だったら親父に相談するか。やはり殺処分を検討。まあ最初はスライム一人で行けってことね。あんまりこういきなりドラゴンスライムとかいると凶がそがれるから、まあいいだろう。スライム情熱か、攻撃銃。あ、でも割とスライムっぽいステータスしとるな。まあスライムよりもちろん強いけど。って言ってくるわ、アルボ。俺との約束を忘れてないだろうな。さあな、忘れちまったぜ。忘れるとはなんてことだ。いいか、教えてくれるのかよ。親切なやつだ。これ。よし。あ、もう道具欄にはないのか。もう。腰に巻きつけてあるのか。え？あ？お？あ、X ボタンで反応するわ。オアシスの鍵。そうやって行くのか。何のための扉なんだ。誰だ？まさかと思うが、お前もモンスターマスターか。違います、ガキです。まあこの世界を荒らし回っている盗賊団には気をつけることなんだ。さあ思考時計、俺は急いでるんだ。マルタの鍵持ってんの？どいどい、顔見せろ。痛いなあの野郎。嫌なやつだぜ。さあルカ、先を急ごうぜ。あいつなんだ、この先出てくんの？またまあ、いっか。忘れた俺は。お、薬草。ルカは薬草を手に入れた。母ちゃんからもらった薬草と見分けがつかなくなった。もう見分けがつかない。サボテンボールが現れた。こいつさっき俺の牧場に立つと一緒じゃない。一緒に住んでるやつと全く同じ側のやつを全力で倒さないといけないのか。なかなか大変だな。モンスター、モンマスも。そして骨とかめちゃくちゃ落ちてるし。こんな過酷な環境によく対応できるな。俺なんてちょっと遠くに歩いて行っただけで疲れてんのに。HP が8倍だ。いや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 。たった一回レベル上がっただけで今の人生、今までの人生ひっくり返すぐらいステータス上がってんだけど。お前どうなってんの？どんだけ濃い経験なのこれ。これなんか街あるぞ。すげえ濃い経験積まさせていただいてるね。まだ回復いいかな。まあ強くなったし。お、サボテンボールが起き上がってこっちを見てる。仲間にしよう。終わる。
よろしくお願いします。絵がうまそうだ。2が仲間に加わった。お前絵がうまそうだな。ステータスはサボテンボール。わがまま、わがままに筋肉を鍛えてる。攻撃11、え、 HP8 しかないんだけど。 D、 もっと鍛えろよ。もっと鍛えてくれよ。お、悲しい。まあ砂漠なんてこんなもんか。砂漠なんて悲しいもんだ。この後は荒らしている盗賊団がいる。そいつらは俺たちがぶっ倒していくってわけだな。え、何、え、お前王様の隣にいたやつなんだっけ。あれ、それ言い過ぎじゃねえか。それ言い過ぎ。1745年、1787年。あいつは別人なのか。団長や他の団員たちは無事に逃げられたんだろうか。サーカスのね、見た目通りの仕事をしてるのか。見た目通りの消えよ。私にできることは毒の治療と死を生き返らせること。え、お告げとセーブは。私にできることはお告げとセーブと生き返らせることと毒の治療と呪いを解くことです。あの二つの能力どういった。じいさん、魔物を操って人々から宝を奪っておるぞ。俺もやぞ。俺もそれはできる。この子は地下水路じゃ。その地下水路出してくれ。ていうかストーリーあるんだけど。まあ当たり前だけど、ストーリー皆無だったからな、前作。私のおへそならこっそり見せてあげても。何やねん。マルタのへそ、何それ。私のおへそならこっそり見せてあげてもいいわよ。何その思いもやらぬサービス精神。この国の王様ってとってもせっかちで失敗ばかりなんだって。これどこの国なの。オアシスの国。俺どこ行けばいいの。アッシャーにいる王様。アッシャー、もうこれ行っちゃっていいの。多分上に通じてるんだろうね、地下水路行ったら。もういいや、ブチスライム、いいよ。お前連れて旅したくねえよ。じゃあな。やべ、攻撃される。 B が死んでしまう。ちょっとお前連れて旅したくねえわ、ブチスライム。中身いいやつかもしれないけど、ブチスライム中身に期待するから。1ポイントしか持ってない。サボテンで6ポイントでお前1ポイントかよ。お前の旨味なんだよ。よし、来た、サボテン。リードスラッシュ。お前は最高だ。っていうかサボテンも D レベル4じゃねえか。お前今まで何してきたんだ。 HP6 いいね。 D やばいぞ。まるで将来性がない。まるで将来に期待できない D は。王様が帰ってきたぞい。行ったのか。私たちがお願いした盗賊団の討伐はどうなったのですか。お前ら王様にそんなことさせてんの。盗賊団ならどこを探しても見つからん。お前らが盗賊じゃないだろうな、王様。え、そうなの。王様が盗賊団なの。先代の王様は頼りになるお方だったんだから。全く頼りにならない。っていうか王様にさせること、それ。さて仕事に戻るとしますか。おい、国民も大概だぞ。お前ら国会議員にワーワー言ってるけど、国民も大概だぞ。腐敗しきっとるな。目覚めの粉。まあ、とりあえず王様とかに話しかけたってことか。海鳴りの鐘。その鐘はどっちだ。鳴らす方の鐘。お姉さんに何か聞いたいの。あなたね、その代わり。まあそれ多分ここクリアした時の報酬だろう。でもそれが、えい、これじゃないって言われて、また次のとこ行けみたいなことさ。要するに
許可のないものを城の中に入れるわけにはいかん。アッシアは歴史と伝統のある大国だ。え、俺ら入れんの？そこ、この井戸の中には町の周りよりも強い魔物がいる。奥の方から大きな音が聞こえる。よし、もう行こう。細かいことはいい、さっさと行っちまおう。パパス、パパスしちまった。うおー、薄暗い雰囲気、トゲ坊主。ちょっとサボテンニードルとだいぶ被ってるな。緑色丸コフィー、トゲ、キャラかぶりがひどい。やべえ、リーがもう、お、リー死ぬ。リーが死んじまう。リーが息をしてない。リーが死ぬから、やばい、このままでは。やべえ、回復すれば。お、危ねえ。リーは生きている。ちょっともうこれ薬草使おう。もうこれ確定先行で回復できるってめちゃくちゃ強いな。序盤はアイテムがすごい強そうだな。なんかそんなこと言ってなかったっけ。俺言ってたような気がする。キューポイント、さあリーよ、急成長見せてくれ。よし、 HP さん、これはでかい。うん、まあまあまあ、手が弱いっていうかスライムが強いのか。最初に仲間になるスライムだから、ちょっと持ってんだな、ステータス。いや、ミミズとなお友達になると。いや、もうリーいいわ、もうすまん、リー置いていくわ。まあ置いていく。もうあいつ連れていくよりも、このトゲ坊主とかミミズとか仲間にした方が多分早いだろう、話は。獣斬りって、お前がどこで斬るんだ。尻尾をものすごく早くぶん回して斬るの、ミミズ技。よしか、あと仲間になってくれ。はい、俺の船に乗れ。HP 級めちゃめちゃ強いけど、仲間が欲しいな、さすがに。 B 以外の仲間が欲しい。お化けキャンドル、こいつだ。剣も持ってるし、見た目もいい。まあ俺の仲間になれ。そっちじゃない、スラッシュ、まずい。てか逆にめちゃめちゃ欲しいんだけど、お化けキャンドル。え、 HP まだ全開になってないんだよ、41万なのに。お前いくつあるんだ HP。お化けキャンドルから倒すなよ。仲間にならないだろ、そんなことしたら。まあ、トゲ坊主でもいいや、この際トゲ坊主でもいいから。すげえレベル上がる。強すぎる、スラッシュが。思いのほか強い。多分トゲ坊主とか仲間になっても。え？何も起きない。まだ一応ダメなの、これ。それを先に言えよ。もう、しこたまレベル上げるかじゃ。しこたま上げてやるわ。よし、そうだ、それでいいんだ。もうこれはお化けキャンドル仲間フラグか。ついに俺にもお化けキャンドルが。ついにキャンドルが我が手に。震えが止まらんな、これは。さあ、いつでも来ていいんだぞ。君が必要だ、我が軍には。またレベルが上がった。スラッシュ。計り知れない。これさ、ていうか、二人になったら経験値半分になるのかな。多分そういうことだよな。じゃあ別に一人旅そんなに悪くもねえな。むしろ D いなくてよかったかもしれない。D がいることによって経験値が半分になって。ろくなことがない。ここは一人でいいんだ。おい！ゴースト、メスのゴースト、仲良くできるかな。ペーズ、なんかねえか、他に。カイリそんなかっこいい名前いらん、ゴーストに。ホーミン、ホイミンと被るからダメじゃん。ミントカタカナで頼む。ミランダ、ミランダでいいな、メスの。ミランダいいじゃない、バシッときたよ俺の中で。ゴーストのミランダ、結構このお任せの名前がいい感じなんだよね。バランスがいいんだよ。テイルズと違って。テイルズはラ行と濁点、ラ行とスとスと濁点つけとけばいいと思ってる。
モンスターズのお任せネームかなり優秀なんだよな。ちょっとミランダ弱いっていうかスラッシュが強いのか。スラッシュ暴力的に強いからな。だから俺はミランダを育てていくぞ。そしてお前も来てくれ、船に乗れ。ソーダッシュとして、ソーダッシュ我が軍の狙撃手として。ちょっとミランダ弱くない？やっぱメラ使えた方がいいな、火力が。やっぱりお化けキャンドルがいるんだよな俺には。着想もない。まずいミランダむちゃくちゃ弱え。これスラッシュが強いのと他のやつ弱すぎるだろ。スラッシュだけ強くて、スラッシュとスラッシュ以外になってしまって。そこで出るな、登り際逃げるわ。なぜ死ぬミランダが。ミランダは育てたいんだ俺は。残してくれ。よし。そういやこれフリーズするんだっけ。今のまでちょっと怖くなったぞ。フリーズすんだっけかこれ。俺は東の砂漠で湖を見たんだ。サーカス団の団長なんです。君なかなか素質がありそうです。サーカス団の団員になれませんか。なんかストーリーが全然読めないな。どうこれがどうつながって盗賊団撃破に向かうんだ。君の魔物を使えばきっと良い賞ができるのです。わかんない、ストーリーが読めない。しかし魔物が死んでいては見栄えがしない。見栄えどころの問題じゃないだろう。人命優先せ。元気な魔物を3匹集めてくるのです。 D を生き返らせろと。仕方がない。こんな時にもあいつ見栄えを重視するって、なかなかの邪悪だな。30ゴールドを使ってリーを生き返らせないといける。まあしかしこれもストーリーを進めるためだ。致し方あるまい。ていうかえお前宿屋だろ。ここサーカスじゃないだろ。サーカスじゃねえじゃねえか。この中がサーカスのテントになってるみたいな雰囲気出しやがったあいつ。よし、さあこれで元気なモンスター3人シカトを集めてきたぞ。あなたも正式な団員になれたのです。え、急な上から目線。そうやってお前主従関係を意識づけようってか。早速本番です。城へ向かいましょう。おいおい何こいつ、主従関係を作り上げようとしてんだ俺たちに。たらい物出し物は炎を吐く男でした。いや勝てんだろ炎を吐く男に。俺ら通常攻撃しかできないモンスター3匹やぞ。もう無理。続いての出し物は魔物の曲芸です。曲芸の質によるな。頼むぞ。え、何その火、その中通れと。大きさ足りてないぞ。絶対燃えるじゃん。よしだ。いや何の躊躇もない。でも死ぬ。お危ない危ない危ない。ミランダの友情垣間見える。おいお前特にリーよく入れるな。その中にお前燃えたら おしまいだろ。基本的に相当燃えたらおしまいなのに。初めてにしたなかなかのものだろうです。王様から城に出入りする許可をもらった。あ、そういうことか。そういうストーリーね。よし、この間にできるだけ、この間にできるだけね。王様と話す必要ってあるのかな。わしに何か用かな。宝に目をつけるとはお主もなかなかのものだ。なんかドラクエっぽくなってきたな。
何でもいいからわしがその悩みを解決してみせれば町の者たちは少しはわしを認めてくれるだろう。えらい謙虚な王様だ。あんた謙虚だ。うまくいったらわしの自慢の宝。え、じゃあ盗賊団はどうするんだよ。盗賊団を滅ぼすのが一番早いだろ。なんで盗賊団後回しにして町の者の悩みなんだ。盗賊団を、ま、何とかしよう。ここからいけるんじゃない。お、何盗賊、お前何か知ってるな。俺は嘘なんてついてない。なんで信じてくれないんだ。東の砂漠で緑に囲まれた湖をこの目で見たんだ。そんくらい信じてやれな。よりによって砂漠の真ん中で緑に囲まれた湖を見たのと世の中での話ならよくできていると褒めてやりたい。くる十分に可能性はあるだろ。あいつの世界、あいつの常識狭いな。十分現実の延長上にある出来事だろ。サーカスで喜んでいつまでも子供じゃあるまいし、ゲーム実況で喜んでいてもな。王様大人になれ。困ったこと、王様が活躍してくれたら嬉しいな。初めて聞いたそんな願望。あら、なに、悩みはないかって。お姉さんの気を引きたいのかな。なんじゃこいつ。悩みはあるけど大人の悩みなの。残念だけど君には話せない。ニャースケみたいなやつだ。困ったこと、もちろん盗賊団さ。早く何とかしてほしい。え、それ以外で。特にないな。今の社会みたいな。とにかく金が欲しいんだよ、こっちは。金以外のあれはいらん。政治は急に悩みって言われてもな。やっぱり離れて暮らしてる家族のことは心配だな。もう盗賊団を倒してやればいいだろ。それを求めてるんだよ民衆は。とにかく民衆に金を配る。王様、金を配るか盗賊団を退治するか、どっちか。悩みは夜に寝れないことさ。その代わり昼間が眠くて、ほら、どうでもいい悩みしか出てこないじゃない。悩みはいくらでもあるぞ。まずは盗賊団のことじゃろ。次は水についてじゃな。砂漠では水は命の次に大切だ。まあやっぱそうなるよな。本当はカラカラでもっとたくさんお水を飲ませ。あ、これだ。これで東の水、その湖を見つけてくれば、もっとお水が飲みたいよ。動くな、汗かくぞ。オーシスから流れる水が減っているんじゃないのか。あんま喋らん方がいいぞ、お前喉乾くから。あんたお城の兵士なんでしょ。井戸の中に入って様子を見てきて。おい、国民腐っとるぞ、この国。井戸の中は一人では危険すぎる。魔物の住処になっているからな。王様に話しても頼りにならないし、どうすりゃいいんだ。おい、おるぞ、ここに。勇敢な戦士がな。あらくれ、お前も勇敢な戦士じゃろ。お前もいかんか。生きるために水は必要ですもん。仕方がねえな。ってくら、無言で。送り出せ、一言ぐらい。あんた言ってくれるのかい。しかし、あんたは子供だ。大丈夫なのか。この子供に任せちゃおかねえ。俺が行くぜっつって、荒くれが先に井戸の中に入って、その中で魔物にボコボコにされて出てきて、く、井戸の中には魔物がいる。俺一人では無理だ。その後に子供が、お水が飲みたいよって言った後に、俺は行くわけよ、そこで。そういうの頼む。誰も送り出してくれなかった、俺は。すげえ HP やがった、お前。すいませんでした、スラッシュさん。あなたナンバーワンです。もう HP72 なんだけど。お前がナンバーワンだよ。そしてリーが復活してる。復活のリー。でも、ミランダでもゴミになってるじゃん。スラッシュの成長が早すぎて他ついていけてないんだけど。大谷翔平の中学時代とかこんな感じだったんだろうな。もう一人だけ。140キロ投げて。他の部員、まるで才能がないのかな。明らかにない。やっぱりこのぐらいの才能の差を子供の時に味わっておいた方が、逆に、
諦めも作ってもらう。リーとミランダも八百屋になるしかない。他の分野で活躍するしかない。リーは漫画家になってくれ。そっちの才能がありそうだ。強すぎる。一人だけ一番左強すぎるよ。お、リーも鍛え出したぞ。懸垂を始めた。ちょっと敵出すぎだろっていうか、さっきから思ってたけど。もうスラッシュの性格は素朴に簡単。もういいよそれ、気にしてない性格。え、これなんだよ。え、ちょっと待ってくれよ。これは何なの。じゃあこれは何だよ。おい、魔物の群れが、あ、じゃあこれで行くわけじゃないの。いや普通行くでしょ、あの流れ見たらさ。あの流れ見たら行くでしょ。まだ行っちゃダメなの。まだ薬草欲しいな。お金くれないの、薬草。薬草で外で拾うものなの。ほんまに外にバカスカ落ちてるけど、ダンジョン内に落ちてないんだよな。あれ、じゃあ王様に話すってことね、これで。手続き、そう、手続き踏まずにガンガン行っていいでしょ、あそこは。もう現場判断でさ、ここだ、町の人々の悩みを調べてきてくれたから。ならば水路にもっと水を流すように命令しよう。水を流す、あ、水はあるのね。誰がおらぬか。水路を管理しとるのはカルカラの村であったら、直ちにもっと水門を切るよう管理人に伝え。いやいやいや、支持率、支持率上がるわこれ。迅速な判断。お言葉ではございますが、そのようなことをされますとすぐにオアシスの水が干上がってしまいます。あら、そうなのか。なんとかせえ。もうよい、わしがカルカラに出向き管理人に直接伝えるわい。いや、お前どこが無能。あんまり無能には見えないけど、何あれ、なんか突っ走る性格みたいな。あれで今度はカルカラ村の方がダメになるみたいな感じなの。王様にはお気の毒ですが、よく考えていただかないと。思いつきだけで行動されてはしもしもに示しがつきません。割と難しい問題みたいだな、これ。どっちを取るかみたいな話なのか。でもカルカラの村をこっちより優先させてるのはなんでなの。普通城優先させるだろ、どっちかってなったら。おかしな話だ。お前はいいわ。あのこいつ結構権限持ってんだろ。薬草が欲しいな、そんなことやるよ。薬草が欲しいわ。お、薬草があった。嬉しいね。私は嬉しいぞい。登るわよ。俺もちょっとリアルで喉が渇いててさ。リアルで喉が渇いてるんだよ俺も。ここか？違うわ。ここか。王様が、キングが直々に。なぜと、もう水門をもっと開けろじゃと。いや、キング相手。これ以上水門を開けるとオアシスの水がなくなるぞい。いくら王様の頼みとはいえ、こればっかりは危険は。じいさんの立場強えな。それは分かっておる。わしは水が少なくなった原因が知りたいのだ。おいおい、わしが直接原因を見つけてくれ。キングの行動力。落ちなくてよかったな、じいさん。命で助かったな。王様は目先のことばかりで、後のことは何も考えておらんわい。おい、お前たちも補佐するんだよ。国民も腐ってるじゃないか。俺は行くぞ、王様を支持するぞ。どこからともなく声が聞こえてきた。先に進んでならぬ引き返せ。やかましい。変な怖い色を使いよって。あの王様、少しばかり手を貸してやるか。俺たち新助海賊団が。ちょっと薬草、あ、でも薬草買ったから大丈夫か。よし、思いっきり暴れろ。ケツは俺が持つ。ケツは俺が持つ。
お前たち暴れろ、この地下水路で。おい、リー死ぬ。リー割とすぐ死ぬ。だがこのリーを育てていかなければならない。おお、結構強くなってきたぞ。リーが。約束。っていうか、割とがっつりストーリーあるね。反省した？前作で。ちょっとこれストーリーなさすぎじゃない？割と反省しとるね、これ。がっつりストーリーが追加されてる。下の方がこれ以上先へ行っては危険だ。引き返す。これを言ってるやつがいるってこと？盗賊団が言ってるんじゃないか。これ盗賊団はこの地下水路の先に固まってて水を独り占めしてるんじゃないのか、おそらく。だから盗賊団はどこにもいないんじゃないのか。だんだん読めてきたな。面白くなってきたぜ。それで王様ちゃんとこう盗賊団を探してるんだけど、それで見つからないっつってるのかもしれない。それで最後に国民も改心すると。だんだん流れが見えてきたな。筋書きが。全員レベル7になった。まあ才能は運命の差があるけど、でも攻撃力は5上がるのは嬉しいよ。それは素直に嬉しい。敵が出すぎだろお前、いい加減に。敵出すぎじゃないこれ。割と深刻に敵出るよね。エンカウント率こんなに出なかったでしょ昔は。ダンジョンの宴会室なんか敵出なくなるアイテム必須だなこれ。敵出なくなる技。調べる。思い出の鈴。何？前に行ったところに、なんちゃう。入り口に一瞬で戻る。いいね。これがあればいざという時に出してみる。しかし、ミランダとリーの攻撃力を。おお！ミランダやリーも9のダメージを。こいつは体力は低いけど攻撃力は。割と上がってくれ。死んだ。あいつゴーストなのに死んだって。もうそれゴーストだろお前。何、魂が破壊されるわけ。魂がバラバラになってもドラゴンボールでも復活できない。リラ、え、お前スライムだろ。スラッシュ覚えてもルカナンとかだろ。どうやら水不足の原因はこのダムのようだ。ここにダムを作り水をせき止めているようだな。何とかダムを壊せない。普通木でダム作ろうと思うか。間からちょろちょろ出てくだろ。ダムを壊すことは、ダムを壊すだってそんなの冗談じゃないぞ。出てこい盗賊団。そこにいるのは分かってるんだ。ん？そこから来るの？あ、モンスターが盗賊団なんだ。せっかくオイラが作ったダムを壊すなんてひどいことを言うな。結構大変そうだもんなこれ作るの。ダムを壊すなら今回だけは見逃してやってもよいし。いやだよ、このダムにはオイラたちの生活がかかってるんだ。おいお前ら、いらん魔物に。悲しいストーリーいらん。じゃあどうすればいいんだ王様。俺ら取り倒すんじゃねえのこいつら。取り持つわけこいつらの中を。まあまあ、あなたたちも言い分があるでしょう。聞きますよ。ここにはオイラの一族のマイホームを建てるんだ。お前、俺たちの邪魔をするわけない。いや、そんなつもりはない。お互いにとっていい道を探そう。それならいいんだ、そのおっさんを連れて帰る。そういうわけにはいかないんだ。邪魔をする気じゃない。しかし、ちょっと王様話しててくださいよ。こいつらちょっと喧嘩腰で。ダムを壊してくれるよう言ってみたら聞いてもらえる。なんとかならんかな。ちょっと戦いたくないな、あんまり。なんかもう、戦うしかなさそうだぞ。それならもう容赦しねえ。いやいやいや、なんかちょっと残るなこれ。心残りができるな。まだ話し合う余地少しありそうだったけどこいつと。今ちょっとおとなしく水戸黄門システムでいこう。とにかくちょっと
スラッシュ強すぎねえか。2しか食らわなかったぞ。E 番諦めろ。スラッシュの才能を見ただろ、お前も。もう諦めるんだ。エンカウント率が高すぎたぞ。強くなりすぎたわい。まずエンカ率を下げるべきだ。そしてまた強くなるという、スラッシュの才能天井知らずだな。お、リーも結構強くなってきた。リーが2上がったぞ。 HP5。 リーも結構強くなってんだけど、なんだろう。分かった、オイラの負けだ。町の人に迷惑をかけるつもりは全然なかったんだよ。お互いの生活があるだけか。もともとオイラたちは幻の湖に住処を作り静かに暮らしていたんだ。そこで盗賊団の奴らがやってきて、じゃあまたこっから盗賊団を懲らしめなきゃいけないわけ。いや、結構ぶっといシナリオ。シナリオぶっといな、おい。ここには綺麗な水があったから一族は暮らせると思ったんだ。うぬぬ。それならわしが奴らを捕らえると約束しよう。熱血じゃねえか、王様。ドムは壊しておくよ。何度か今目の前で壊せ。お前の言うことは信用できん。ダムを一部壊していくぞ。なんでポンコツ扱いされてるんだ、このおさん。少しややこしい話になったか、これで町の水不足が解決するはずだ。え、もうくれんの？盗賊団はいいの？いいんですか？おい、お前本当に壊すんだろうな。ダムは後で壊してるから盗賊団のことよろしくね。本当かよ。悪いが信用できない。時には必ず落とすぞ。嘘に伝わりつつある。王の町の者も少しは王様を見直したようじゃない。逆に町人の腐り加減がこうなると露呈されてくるな。あとは盗賊団さえいなくなればこの国も平和になるんじゃが、いや、もっといるぞ。ガンは他にいる。ああ、お前らじゃ。ちょっと生き返らしとくか。いや、もう生き返らすことできないじゃないか。お前高いんだよ。てか、お金で、お金が手に入んないんだよ、これ。死んだもの生き返らせられんぞ。王様やるじゃねえか。ついでに盗賊団も倒してほしいぜ。これ意図してやってるんだよね、この町の人の腐り具合は。これ意図して腐らしてるんだよね。大丈夫これ。君大きな声でもいいんだけど、この国の王様って結構勇気あるんだよね。お、みんな王様を褒めてるけど盗賊団のこと忘れてないか。盗賊団を早くやっつけてくれないと困るよな。いや、これ言い過ぎしてやってんだよな、多分。町の人間も何かしなきゃみたいな伏線だよな。よし、倒しに行くぞ。とりあえず町の者からの信頼を少しは取り戻せたようじゃ。え、じゃあもう俺戻っていいってこと？ああ、そういうことか。なるほど、盗まれたのか。すぐ城にいる者をみんなわしの部屋に遊ぶのだ。そういうことか。じゃあここで終わるじゃんって思ってた。幻の湖だ。わしは今度こそ一人残らず盗賊団の者どもを捕らえに行くぞ。わしと共にアジトに行く者はおらぬか。よくぞ決心してくれ。早いよ。一瞬で全員名乗るよ。それはもう一瞬だった。この死には悪いが、渡すはずの宝が盗賊団に襲われてしまった。おい王様、まだいるぜ。ここに3人強い助っ人がいるぜ。これやられるフラグじゃないか。先行ってボコボコにやられて後から登場して倒すフラグじゃないか。ていうか一回らせられんぞ。ミランダがおい、助けに行けよ。王様が大勢の兵士を連れて出て行ったみたいだ。いよいよ盗賊団を討伐してくれる気になったのかな。あれも行けよ。王様が地下水路に一人で行って水をせき止めていた。こいつらは鎖散らしておるな。おい、ああ、しまった。王様に置いていかれてしまった。
腐り散らかしてる。逆に面白くなってきた。少しで王様を見直してよ。じゃこの腐り加減がいいな。街のどこに行っても王様の話ばかりだよ。王様は YouTuber になればいい。収めてみた。じゃあ俺も行くか。俺もこのおせっかいな性格がなんとかしたいぜ。あった、あったぞ。お、右下の何あるオアシス。え、でもあるじゃん。オアシスショーがあるよ。盗賊団のアジトが目の前にあったというのに、水にはどこに行ってしまったんだ。何者かが現実を、幻の湖に行ったことがあると。骨は何？骨すげえな。なんで湖なくなったらこんなに骨が。湖は見えていたのに近くまで来ると何もない。このままでは盗賊団のアジトを見つけられる。こっちが本体みたいな。え、どういうこと？読めない。わかんない。もう一回遠くまで行くってこと？遠くから見えてるときにダッシュで走っていってドンみたいな。あ、もうダメだ、消えてる。どうすればアジトにたどり着けるんだろう。湖はどこに行った。城の力に捕まっていた男が言っていた、幻の湖に行ったことがあると。それ何のヒントにもならんだろう。それ一体どうすればアジトにたどり着けるんだ。そもそもこれ何なの。オアシスは偽装のもので、ここに入り口があるってこと。近いの入り口が。え、でもそんなこんな何のヒントもないのに探さなきゃいけないわけないよね。え、もう一回戻るの俺。まさか。もう一回戻れってこと。その男の話を聞きに、ルーランス使おうか。ここに逃げってことかい。下のやつ誰？お前誰？私たちが盗賊団を手引きしたのではないのです。お前サーカスの団長じゃねえか。私たちの中に盗賊団が紛れていた。あ、そうなの。そんなん今初めて知った。お前なんで気がついたらぶち込まれてんだ。ローに、そんな奴ら俺の飯を放ってどこに行ったんだ。いいこと教えてやるから。よし、やるぞ。食べ物を渡そうとしたら、薬草。薬草って食べれないの。薬草食べれるでしょ。じゃあサボテン渡すわ。サボテンのステーキを。薬草って食べられないのか。傷に塗り込むだけ。え、でもポップ食べてたじゃん。ヒュンケルに投げられてさ、食えっつってボスバリバリ食ってたぞ。魔物の餌。魔物の餌で言ってみるか。もう金ねえけど。いや絶対ダメだろ、魔物の餌で。お肉が落ちてるはずだから、それ渡しに行くのか。まあ一応行ってみるか。おお、これだこれだっつって食うかもしれん。食い始めるかも。あれだ。面白かった。まさか食うとは思わなかった。必ずそいつが役に立つはずだ。こうだと思うんだ。え、ごめん、ちょっとよ。お前が魔物の餌食ったの衝撃的すぎて、その後のテキストはあんま覚えてねえな。どうすんの。逃げるのは追っても無駄だ。餌を撒いてかかるのを待つ。それが捕まることさ。何のことかわからないか。え、何？全くストーリーが読めないんだけど。全く読めねえ。まあ、とにかくこれを持ってあそこに行くか。
これを使えばいいのか、まあ、とりあえず王様に話してみるか。ほうれん草、呼び水、幻の湖を呼び出す。いまだにないわから、あ、これここで使うのかな。ここまで来ても全然何の全然わかんない。何が起きる、なんと湖が現れた。どういうこと、現れてないじゃん。おお、全然意味わかんない。何がどうなってそうなの。で、多分入っちゃいけないんだろうね。入っちゃダメでしょ。あ、はい、入れもしないの。え、中に入れんの。ん、なんかあいつ待ってろみたいな雰囲気出してたけど、待つ必要ないじゃん、これ。見覚えのある顔だな。確か祠であった子供。それなりの覚悟。やばいぞ、ちょっと雰囲気違うぞ、今までと。俺こそが盗賊団を束ねる。え、お前門番じゃねえのかよ。えらい入り口で束ねとるな、お前。何、盗賊団に見えると。よくぞ見破った。盗賊団の頭など俺様の仮の姿にする。え、ちょっと待って、盗賊団重いのが上手だな。上手上手言ってんだけど、盗賊団ごときが。宝と聞けばバカな人間どもがよく動くことよ。こうして集めた宝を奪われるし、狭間の方に。いや、ちょっと待ってくれ、深いぞ思ってたよりストーリーが。おっと、話しすぎたようだな。そろそろ消えてもらうぞ。俺が思っているより事態は深刻なようだ。いや、なんでランプなの、なんでランプになるんだ、そう、お前が。どう見ても人型だったろうが。とにかくこいつを倒そう。お前、今のうち降参した方がいいぞ。降参しないというのならお前の蓋を開けてカレーを入れてやるからな。お前をカレー入れにしてやるぞ。まあまあ、消化試合だろ、これも。一旦目の時点で明らかになったけど。お前がベギラマとかを使ってこない限りは。お、リーの会心の一撃。これ会心の一撃、防御無視じゃないね、今の感じ見ると。もうそんなことに気配りをする余裕もある。体力だけはすごく多いな、お前。俺のモーイングランク。体力バカだな。体力は200ぐらいあるぞ、こいつ。いらんだろ、そんなに体力。なんか向こう前もこんなこと言ってな気がするな。なんだ、使用上体力めちゃくちゃ多くなるのか、これ。やめろ。まあ5しか増えないんだったらいい。やめてくれ、頼む。え、回復してんの、体力回復してるお前。とてつもなく、もうリー死んでもらった方がいいかな、これ。どうせそんな強くねえし。あ、よかった。150。もうスラッシュレベル上がらんもん、150じゃん。もうなんかリンは人並みに強くなってきたな。早熟タイプ。おお、あ、絶対起き上がるんだ。起き上がってこと、え、でもそれ、話おかしくなんない。仲間にしてあげますかって。え、前、人型だったのに、しかもお前、王に献上するとか言ってなかったっけ。俺のランプに名前つけてください。いいの。お前の都合け、お前の事情結構あったろ。役職も。アンバー。アンバー行くかじゃん。ちょっと、睨んだ死体のまま。お前の都合を一切捨てて俺の仲間になるわけ。少しはできるようだな。しかし、所詮その手。ああ、こいつは違うわ。ランプはこいつが放ったやつだ。あ、びっくりした。お前てっきり正体がランプなのかと思った。それ次だ。もうさすがにいないだろ。そうだよな。だって、魔物のランプ、多分一体ずつしか出てこないやつだぞ、ボスは。これまでの罪を悔い改め、おとなしく捕まるの。あとはわしたちに任せる。お主危ないから下がっておい。じゃあ任せるわ。人対人はお前に任せる。対人は。いちいち相手にしてやる暇などないわ。宝はしばし預けよう。次に、あ、こいつ、戦々で俺の敵になるやつ。こいつ、何を、正体なんかあるんじゃねえか。何者か。まだ奥に鉄人どもがいるぞ。一人残らず捕らえるぞ。あいつ、戦々で邪魔してきそうだ。
やめろ、そのいい予感しねえんだよ。村が侵略された時の音だからさ。ドレドレドレドボクブシュ、勇者を殺したぞ。参りました、降参者が。新たなパターンだ。大体これ村人侵略される時のパターンなんだけど。同じじゃねえか、お前。色が違うだけ。盗賊と城の兵士の見た目が同じだ。褒美を渡さねばならんだ。金でいいよ。お前が持ってたんかい。あ、そうか。ここから回収したのか。何？へその蓋に使う。まあ結構魔力のあるものじゃないといけないからな。でもこれはまらないんだろ、どうせ。わかるよ。わかるけど、なんとなく今から。どうせはまらなくて、な、もうもっとなんか別のもん取りに行ってこいって。不思議な力を感じたぞ。へその代わりを見つけたようだ。じっとしているんだぞ。じっとしなかったらどうなるんだ。マルタの力を分けてやるよ。いや、もう完全にいいやつみたいだな、悪坊は。この、口は悪いだけで。不思議な力を感じるぞ。そうだろう。見どころがあるだろう。まあ、どうせダメだろうけどな。どうせダメ、単勝3000円かけるわ。やった、止まったぞ。これでマルタは救われ。まあ、どうせダメなんだろうけど、え、この金はどうすんの？城の宝なんだろう、一応。まずい、ちょっとずつ漏れていく。もう一回入れ。早く入れ。よし。まだね、だいぶ漏れたな、今ので。海鳴りの金じゃ役員だったな。じゃあ、せっかくくれたのに、城の宝。ちょっとはいけそうだと思って俺が分かる。だから、海鳴りの金には不思議な力が、あ、これはこれでまたなんか役に立つわけ。何？これでお前に海を渡す。うえ！めちゃくちゃ役に立つ。海の近くで三角ボタン。え、何それ？今ピンときた。不思議な力を感じるぞ。海だ。海の上にボロボロの海賊船が見える。今回は鍵も探せ。マルタの国のどこにあるみたいだ。鍵の名前は海賊の鍵。頑張ってよかった。ただの海岸で。王様の命により格闘場にて子供のマスターに大会を開くことになったので、その方にも参加してもらいたい。特別性の不思議な鍵。なるほどね。繋がってきたぜ。すべてが。で、そこ海水浴。おお、あ、そう、海に乗るのか。海を渡る力ってそういうこと。この海はどこで拾ったんだ。まあ、格好悪いけどいいか。まあ、普通に歩いててもな。普通に歩いててもおかしいから。これなんか牧場の右上の方になんか光ってなかった？え、お前、俺が倒したやつ。足をかけたり木を切ったりする仕事は、お前いつの間にこっち来たの？そんなホイホイ引っ越してこれんのか。 B 番、あ、お前がここに住むことになったのか。ていうか、俺や王様、お前のこと完全に忘れてたわ。お前のマイホームがうんぬん、何も言わねえのに、お前こっち来た、こっち来てここに住み始めたってことか。お前なんでいるんだよ、しれっと。わしの魔人斬りで牧場の木を切り倒したいんだ。お前にはもっとワンランク、ツーランク上の仕事あるだろ。木を切り倒す仕事なんかに使うんだよ、お前の力。魔人斬りなんて造作もないことじゃ。お前はもっと、ランクが上の仕事をしろ。敵を倒せ。王様直属の親衛隊になるよ、お前は。ここにもリーがいるという。リーが何人もいる。あ、じゃあここは行けないよね。お前ミランダじゃない。あ、じゃあ行けないのね。あ、わかった。こいつが切り倒してあそこに届くんだ、いずれ。
なるほど。あ、ただ妹がいる。ちょっと我が妹に話して。いや、思いのほか長く、長々とやったな、これ。一つのシナリオ、ここまで長いとは思わなかった。頑張ってね、お兄ちゃん。父さんと私で牧場を少しだけ広げた。やるもんだね。セーブするか。冒険の書。これセーブするってなんか新鮮だよな。斬新だわ。これ何時間やったこれ。いや、2時間ぐらいやっただろ、これ。こんなガッツリやるとは思わなかったよ、俺。1時間。2週間ぶりぐらいにやる。もうほぼ忘れたんだけど。海賊の鍵を探してこいってさ、今言われたから探してんだけど、どこにあるの海賊の鍵。教えろ。海賊の鍵、あ、そうか、戦うんだ。そう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 、思い出した。海の中、海に落ちてんのかと思ったわ。海に探してた。滑り台は僕の番だからな。滑れ滑れ。俺はもうインターネットとかでネトゲとかスマホゲーとかでも遊びを知ってるから、お前と違って。滑り台なんてやんねえんだよ。鑑定してもらっているんだ。見たことのない魔物と会える世界だといいんだから。え、何それ、なんだっけあれ、ひろゆきの地図みたいな、そういうシステム。僕は親方のもとで鑑定の修行をしているんです。この間親方からこんな話を聞きました。鍵の名前は行き先の世界を表していると。ひろゆきの地図みたいなことがあるのかな。名前のついていない鍵は不思議なドアで使えないぜ。鍵を持っているなら鑑定してやるがどうだ。不思議な鍵を持ってねえんじゃ仕方ねえな。神宮寺みたいな喋り方。来る日も来る日もこうやって僕は鍵を見ているんだよ。でもまだ親方の目利きには遠く及ばないな。気が狂いそうだな。来る日も来る日も鍵ばっか。頑張ってくれ。え？闘技場どこ？寂しくて反抗したくなる、そんな気持ち分かってあげてね。やがわしい。殴って言い聞かせるわ。魔物なんて。お前誰だ。読んだ者の性格まで書いてしまう本もあるとか。しかし本でよくよく考えると、本読んだだけで性格変わるやつって危ないよな。なんか怪しい YouTuber の YouTube 大学とか見たらもう真っ先に染まりそう。ここだな、多分。うわっ、いやいや、お前入り口に復活なんだよ。また負けてしまった、まだまだ修行が足りないみたいな。お前一回行く、そこ入り口にいるな。お前はやることやってからまた行くといいことがあるかもしれないし。いい迷惑だな、この城も。入り口にあんなゾンビが。あ、この音楽聞き覚えあるな。子供ばかりだからって気を抜くと負けちゃうわよ。逃げるを選ぶと負けになる。3試合勝ち抜けば以上分かってないな。総員や海賊の鍵を。え、そんな簡単に。子供用のチャレンジでそんな海賊の鍵くれんの。いや、結構危ない商品だろ、海賊の鍵って。マスタールカド牧場の仲間たちです。ははっ。なんで拍手あるんだよ。誰も見ねえだろ、こんな試合。誰も興味ねえだろ。高校バスケの試合ぐらいの観客数だろ。ただし、スラムダンクの世界戦では、高校バスケの試合でも満員になるけど。部屋狭いな。どこに客入ってんだ、この部屋。ほとんどこの通路じゃん。通路の真ん中で戦ってるんだ、こいつら。
らした威力は高まった議論となる。唱えんな。お前は後で説教だ。チャレンジャー力は難なく1試合第1試合に勝ちました。難なくって言うな。相手はかわいそうだ。それでは第2試合レディーゴー。なんだ真ん中のやつ。お前誰だ誰だ、ブラッシュ小僧。おお、これ何年前のゲーム？ 20 年前。まだ鳥山明が枯れていない頃だ。まだそれなりに画力を残してる。ブラッシュ小僧。ガイルの影響を受けてる。ブラッシュ小僧。アンバー。おい、アンバー。そうか、アンバー、ボス倒して仲間になったやつか。こいつは見どころがあるな、アンバーは。さあ、難なくクリアだ。なんとチャレンジャー第2試合も勝ちました。当たり前じゃん。おお、デスフラッター。真ん中誰？お前誰だ？デスフラッター知ってる。夜国鳥。日本の妖怪みたいなやつ出てきた。おお、ジャンプ、え、ジャンプってあんのこれ。まるでジャンプじゃんそれ。もう、おお、ダメージ。ダメージ受けないっておかしいな。骨ごとぶつかってきてんだから。ゼロはおかしいよ。弱い。本当に弱いな。全然もうヘでもねえじゃん、こいつら。こんなヘでもねえ強さがおかしくない。だって、ランプ倒さないとこいつらに挑戦すらできないのにさ。ランプよりはるかに弱い。まあ、ランプもそんな強くなかったけど。え、なんかメッセージ遅くないこれ。微妙な間がある。まあ、こんなもんか、ドラクエって。おい、微妙に体力多いな、お前。夜中に鳥。なんだこの試合に勝ったのか。マスター・ルカと牧場の仲間たちです。飛び入りとは思えない見事な戦いでした。何飛び入りという概念。全員飛び入りでしょ。人二人しかいなくねえか。あの拍手もある。これで王様から正式にマスターとして認められるわよ、はい、次の試合から大人とも戦うことになるから。汚い大人と。これで海賊の鍵くれんのおかしくねえか。ポップコーンとかじゃないのこれ。キャラメルとか。まあ、いっか。さあ行くぞ。ガンガン。そう。もうどうせこんな最初ら辺で手に入るモンスターなんて最後まで使わない。どうせ最初だけの中なんだから。あんまりこいつらに感情を抱きたくないな。これ鍵じゃねえ。あれどこだっけ、下か。あれ、お前たちに情を感じたくないんだよ。スラッシュリーアイバーだっけ。アンバー。俺はお前らに全く情も恩も感じていない。お前より先にカメハが海賊の鍵を持ってきたぞ。数本あるの？どうやら王様に無理を置いて手に入れたらしい。お前もぼーっとしないでさっさと異世界へ行ってこい。カメハよりはお前の方が少しは期待できそうだから。見どころはあるな、我がお前。それはわかるか。不思議な力のアイテムを早いとこ頼むぜ。どうせ次に持ってきたやつも合わねえんだろ。まあ、8個ぐらい持ってこないとダメだろうな。8個ぐらい持ってきて、ようやく合うぜって。これだって。鍵束。海賊。アルタの世界にも、え？お？あ、戻りか、これ。いらんだろそれ。現実に戻れんのかと思った。そんなことねえか。ドゥルデンドゥルデン、ドゥル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 。お、軽快な。さあ、この街ではどんなハプニングが俺を待っている。ここはヨルドの村です。ちょっと待って。戦闘中のあれできないの？表示速度。遅いんだよ。あ、
早くした。遅かったんかじゃ。今北西には人魚で有名なボローニャの村。ボローニャ大したものありませんが何か買っていかれませんか。いやあるじゃん燻製肉。燻製肉思い出のスーザー。おいいね。でも燻製肉まあまあまあまだいいや。自分のフラを持っていたりするんだよ。ほれ父ちゃん当たったじゃん。毎日行ってんだろお前。毎日行ってらいつか当たるよ。え狭くないこれ。いえ人魚は破壊の鏡。おそれだったの。おこれだけしかないのこのほらちっせえな。でも行くわ。ほいほい行くわ。お、渡れる。うお、これ海のモンスター出るんじゃない。うお、ガマニアンプチール。海綺麗だな。これはもうリーはついていけないんじゃないか。リーよ、大森もついていけないもん。レベル11もあるのに。リーにの経験値を引き継がさせてくれよ。もったいねえよ。誘う踊り。なんとか来てくれ。タコツボ小僧ガマニアン強そうだな。タコツボ小僧硬いぞこれは。スラッシュ無双。いやちょっと待って他が弱すぎるんだけど。いや待ってくれめっちゃこいつギラ使うし倒せない。強すぎないこれ。アンバーも死んだ。もうお前ついていけねえ。いえ、タコツボこそのこの強さ何。信じられない強さなんだ、タコツボこそ。そしてまたリーは生き残ってしまった。HP9。お、いいね。じゃ、帰ります。こいつは強すぎるわ。あまりに。いえ、信じられんぐらい強いんだけど、こいつら。え、弱っ。お前ら弱いだろ。え、海、地獄じゃん。なんで海通った方が早いって。あいつら。村人の言うこと聞いたらこのざまだぞ。おい。村人。死刑だ。アントベア。アントベア来い。ソフィー。いいね。いいけど、もうちょい。グルル、いいじゃない。センスあるな、やっぱ。じゃあな。アンバー。いや、グルルよりアンバーの方が強いんじゃないか、さすがに。まあ、でもいいか。生き返らすのも面倒だ。アンバーの葬式代が面倒だ。グルル。お、それなりに強いからいいか。よし。さらばだ、アンバー。お前のことはもう忘れた。やろう。やろう、やろう。え、宿もないのこの街。信じられない、もう。帰ってくるべきじゃなかった。北西だったよな、確か。じゃあ、北西に行くか。拠点にもならん。宿ないってやばくない？街じゃないじゃん、それ。遊びながらドラキ。いらね。起き上がっても。いや、でも、リーよりは疲れるから。とにかく俺はリーと別れたい。申し訳ないが。申し訳ないが、リーユと分かるから。レベル11でこれだからな。グルルの歩き姿にな。お。軍隊あり。いや、じゃあさっきのタコツボ小僧とかさ、ここで仲間になったらやばいんじゃない？かなりの収穫だよな。あんなやつが。あんな耐久力のあるやつが入ってきてくれた。我が軍は一気にビシッとセンターラインが揃う。部下は薬草手に入れた。あったっけ。見えんかったわ。人魚がいたぐら
人形だと君も人形に会いたくてこの村に来たんじゃないのかい。知らん。人形目当てで訪れる人が多いんだよ。人形、人形っつっても人形に会いにって言われても人形ってピンキリなわけじゃない。当たり前だけど、キリだったらどうするんだ。人形が見なかったふりをするのかな。俺は人魚の嫁さんを連れて帰るつもりでここに来たんだ。なぜ荒くれは人魚とくっつこうとするんだ。こっちから人魚の国へ行くぜ。しまった、俺は泳げないんだ。くたばれ。お前の死体を海に捨ててやろう。そうすれば人魚に会える。ピチピチの人魚。人魚が可愛いとは限らんだろ。人魚がブスだったらどうするんだお前。人魚の美しい歌声とハスキーボイスかもしれんだろ。しゃがれ声かも。え、俺どこに行けばいいのそれで。人魚、人魚、道の洞窟。よし、そこだな。人魚に会いに行ってやるか。人魚どもに、お、杖がある。これは高く売れるはずだ。友情の杖って何。一匹の攻撃力を2倍にする。使わねえよ。あ、でもボス戦でいいかもな。でも使わねえ。使わずに売るわ。おお、スラッシュもうレベル10なのに体力99もある。100いきそうだぞ。おかしいだろこいつ強さ。スラッシュあまりにも有能。ちょっとおかしいレベルですよね。お前ガンガン行きすぎじゃん。俺ね、こんなやつにギラを使うな。グルル成長株よ。 HP5 攻撃力5。これ獣って早熟だから、早熟なんだっけ。そんなことない。獣は強いよな。さあこれ何が俺を待っている。おお、なんか気持ち悪いな。妖怪魚たまには似てねえかお前。ポーズが似たもん同士。さあ仲間になってくれよ、頼む。もうリーは限界なんだ、見てのとおり。もう旧世代機なんだよリーは。ここに置いていかないと。早くもうリーが限界を迎えようとしてる。もうリーダメだろこれ。ここに埋めていくかも。リーはレベル12。リーは泣いている。お、でもまあまあの成長だな。リー、こんなリーでもいなくなると困るんだ。回復しとくか。守備力上がったのはいい傾向だな。え、すげえ深いぞこれ。おう、つぼ深くないかこれ。いや、ちょっとここで仲間にしていかないときついぞ。おう、つぼ来てくれ。お前が欲しい。頼む。一人限界を迎えたサボテンがいるんだ。誰とは言わんだ。そいつを取っ換えないと未来がない。あとグルルももう変えたい。グルル全然ダメだこれ。よし、いいぞ。お、68! いいね。若干成長に限りが。いや、攻撃力はいいけどさ。もうダメだ、グルル。頼む。二人仲間になってくれ、誰か。こいつはダメだ。スラッシュだけで見どころがあるの。マジか。頼む。後ろ二人を。解雇させてくれ今すぐ。ドルデンドルデン。ガマニア妖怪。あれ、さっきガマニアいたら海のモンスターか。じゃあこいつも強いな。タコツボ小僧がひときわ強かったけど、こいつらもあんま強い。ただこれ妖怪魚ちょっとあんま欲しくないけど、来たら仲間にするぞ。
起きた。妖怪芸に名前つけてください。ピッツァ。ええやん。魚介のピッツァだな。さあ、どっちを返す。さっき仲間に、グルルとリーだったら、もうさすがにグルルだな、これ。もうレベル12でこれだから。グルルまだ8だから。ハントベア、気真面目。まあ、アリア真面目だっつうから。消えろ。ピッツァの仲間に加わった。さよならリー。筋トレをするだろう、牧場で。さあ、グルル、ピッツァ。おい、そんなに変わらねえじゃねえか、お前。てか、アクセサリーってあったの、今。アクセサリーなんてあんのか。守るだけじゃ。人間の、お、これがアクセサリーか、まさか。行った先から。守備力を。え？いや、銃って。強くないか、銃。そんなものがポロッと落ちてんの、すごくない？アクセサリー、パールスライム。取ってつけたような。やっぱこれ、このゲームスライム族つながるからさ、取ってつけたようなスライムがたくさん増えた。被害者が、被害者みたいな決めれば。おい、ちょっとドック、え、キアリーや毒って継続する。お、グルルいいね。ピッツァ頼むぞ。成長 HP4。 ゴミじゃねえか。あ、でも守備力10増えた。大ズボーひょー、ノリに乗ってきた。オアシス。いいね、水系の。やっぱ水系だから水っぽい名前になってるわけ。さあ来たぜ、オアシス。お前は俺のオアシスだ。いや、弱いじゃねえか。なんでこんなに弱いんだよ。ちょ、ベアの方が強いじゃん、これ。何、特技鉄砲水って。おい、オアシス、お前弱いじゃん。妖怪魚見ろよ、素早さ100あるぞ。ダメじゃん、お前。オアシス。お前のどこがオアシスだ。毒。え、毒なの？バカ言うな。いや、毒やばすぎんだろ、じゃあ。毒がやばすぎる。いや、毒強すぎだから、このゲーム。毒ゲーじゃん。じゃあ、毒消しをもう10個ぐらい持ってからやるか。いやいや、強すぎだろ、毒。半端なく強いな、毒が。すいません。よし。まあ、一旦で仕留めれば問題ない。おー、ピッツァ、おー、ピッツァ、ピッツァいいぞ。お前はいい。え、ちょっと待って、死ぬわ。俺死ぬわ。いや、毒が強すぎんだ。お、鉄砲水。おー、そんなことできるの、お前。いやいや、ピッツァいい。ナイス、ピッツァ。ピッツァ、お前は。やる男だと俺は信じていて。お前やるやつだ。やべえ、死ね死ね死ね。早くしねえと。しかもこいつらも結構軽減値持ってていい感じだな。スラス。ピッツァ。これとしてさ、残り HP に応じて。どうなんつってね。いや、俺どこいるこれ。ほら。よし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 。帰るぞ。ルーラー使わん。売るんだ、あれは。あれは売り物だ。お前ら気合で、生き残れよ。キラースコップ。弱そうだな。お前ら弱そうだ。グルル。ピッツァがいいね。予想外だぞ、このピッツァの働きは。次世代を担う戦力だ。グルルレベル10。サイレンスピード4。攻撃力4。ピッツァ。おぉ、守備力が半端ない、ピッツァ。ピッツァという可能性。もう守備力40もある。てか、スラッシュそれ以上に守備力あった。化け物だろ、こいつ。お、草がある。ドッキリストクレア。
ドッキリストが貴重すぎる。必須すぎるだろ、ドッキリスト。本当の毒ぐらいきついな。ドラクエの毒って、よう考えればしょぼすぎるんだよな、周りにも。毒じゃねえよっていうぐらいの。ちょっと体調悪いぐらいのもんだよ。お、軍隊あり。長いにするけど、使わねえわ。ココキス。でも、ココキスってこんなんじゃなかったような気がするんだよな。まあでも出たらお前が2代目ココキスを指名しろ。ココキスをこのまま連れて行きます。連れて行くかじゃん。ココキス、眠り込み。弱すぎるだろお前、ココキス。ココキスではない。消えろ。名前をアリにしておくか。イノキにしておく。ちょっと宿屋、その宿屋行って道具屋。ドゥン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 。これ20年前だからまだ杉庵が存命だった頃、存命だった頃だもん。毒の次郎、そしたら3ゴールド多い、安いな。毒が一番きついわこれ。毒がきちい。ドゥドゥドゥ。しかしお前独自の境界を持たずに宿屋の一室にたらずむなんて情けねえな。一神父が、あれ道具屋どこ。ドゥーグ屋、ドゥーグヤ、ドゥーグヤ。え、やんなのええよ。やがおしい。え、道具屋ないの。いや、そんなどうだもん。長えや話が、お前。え、道具屋どこ。道具屋ないの、ひょっとしてここの町。バカか。なんで宿屋と道具屋が分かれてんだよ。わざわざそこまで戻らないといけないのか。なんてこった。あ、でも近いか。歩いて2分だ。ダン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 。うん、強っ。なんでそんな強いの。なんであんな強いの。ピッツ。信じられないぐらいの威力出たぞ、今。鉄砲水って何なの。ピッツァ、お前は一体。なかなかの可能性の獣だ。うる。友情の杖は。うわぁ、これはまだ裏。いざという時に言うぞ。ルーラーの杖。不思議なドアの誇りはあるし。安いわ。やっぱ友情の杖売るわ。いや、死んだと、そうそう、死んだ時にさ、お金がなくなっちゃうからさ。そう、俺はそれを懸念し。そしてだね、買う。ドッキリスト。あれ、何個も買えるんだな。でも5個くらい買っとくか。必須中の必須でしょ、これ。ドッキリスト。よし。これで OK。さあ。もう手加減はせんぞ。お、誰だお前。そう、回復すか。いや、回復十分だな。なんだお前たちは。ここは俺たちの縄張りだ。勝手に入って荒らしていくやつ容赦しねえ。それとも俺と勝負しに来たのか。絶対聞くんだな、それ。お前みたいな、っていうか今それとも勝負しに来たのかっておかしくねえか。繋がってねえぞ、文章が。お前みたいな子供が俺に勝てると思ってるのかよ。倒れるまで踊らせてやるぜ。怖いやつだ。イカズキン。赤ズキンとかけてるのか。ちょっとじゃあ作戦。ガンガン行こうぜ。もうガンガン行け。お前ら。お前らガンガン1枚。うお、強っ。ピッツァ命令を聞いていない。おい、聞けよ、お前。ピッツァ、エヴァーに乗れ。
俺の命令を聞け。おい、イカズキの連続攻撃。危なっ。イカズキ強いぞ。伊達に手が10本ないな。ただ薬草で。この序盤の薬草の強さな。序盤の薬草やべえな。めちゃんこに強い。さあやってくれ。君たち、誘う踊り。無駄行動だぞ、完全な。俺が得するだけだわ。まあ、所詮はイカってことだな。一生やってろ。どうやら死ぬまで踊り続けてるのはお前だったようだな。イカよ。おい、スラッシュ死んだらまずいから薬草使っておくか。スラッスに。スラッス。まずクルルに来たら、危な！しかし、ピッツは硬いんだ。このピッツは硬いぞ。ひときわ。いや、相変わらずボスがそこそこ硬いな。この間延びするゲームバランスは相変わらずだな。薬草が、ドッキリそうだけにやってる。いや、結構薬草の消費量日本全国一だな。意外と。グルールが偶然にも、生き残っている。こいつもう、死んでもおかしくないぐらい食らってるけど。よーし、やった！アモール温存できた。グルールはレベル、お前仲間になるんじゃねえか、イカズキン。お前俺の仲間になれよ。お前来いよ、グルール。グルールじゃねえ、イカズキン。ほう、お前なかなか強いじゃねえか。気に入った！どうだ、俺をお前の仲間にしないか。こいついいな。こいつ負けてるにもかかわらず上から来る。この度量。そしたら最高の踊りを見せてやるぜ。まあ、来い。っていうかもう俺たち仲間だろ。ムー、連れてる仲間が多いな。気にするな、そんなこと。それじゃ先にも、いや。割って入るぐらいのお前、誰か送り返すぐらいの気概見せろ。お。イカルガが仲間になった。いい名前だ。あいついいな。おい、イカルガ、俺はお前と。ん？俺何しに来たのここ。ちょっと、イカルガ来いよ、お前。っていうか。イカルガよ。俺ここ何しに来たの？イカルガに会いに来たんだ。何も起きねえぞ。まあ、とりあえず村に帰ってみるか。ドラゴンスライムは焼きすぎてなんだかかわいそうなのよ。はい、余ったらおたちにしていいよ。ヤグゴール。ボロいな。何回もやらしてくれ。これでドラゴスライムの傷も治るわ。ありがとう。で。あ、単に金がもらえるイベントか。単に儲かるんだ、俺が。俺の懐が。さあ、いや、お前来い。わしの魔人斬りで牧場の木を切り倒したいんじゃ。魔人斬りなゾウさんのないことじゃ。よく覚えておくんじゃさ。魔人斬りがあれば木を倒せるのか。っていうか来いよお前。そんな力は木こりに使うための力じゃねえぞそれは。ビーバーンにも橋をかけるのを手伝ってもらってるんだ。あ、君が。イカルガ。イカズキン大胆不敵。いや、強すぎるだろ。キラースコップも結構強いな。くそ。イカズキン、じゃあこっち入れるか。はい。あ、そうか、こうやってメンバー切れる。スラッシュ、イカルが、あと一人誰にする？まあ、グルル入れてたけど、ピッツァが結構強いんだよな。ピッツァ見どころあるよ。ミランダ。トイノアップ。マイミー。キラースコープ結構強くない？ゾンビ斬りとか使うし。ホーキス使ってみればいい。いや、それはない。それだけはない。こいつ見ろ。レベル9なのにこれだから。腐ってる。いや、グルル。いや、ピッツァ。ちょっとマイミー使ってみるか。マイミー。悪くねえ。悪くねえぞ。
ちょっと待ってくれ、怒るがあまりにも強い。いや、最強スラッシュよりも攻撃力が20高いんだけど、さらに強いぞ。さらに連続攻撃を使う。ちょっと待ってくれよ。お前は何なんだよ。こんな奴がポロッと仲間に来てくれるなんて。ついた。洞窟の中行ったけど、もう何もなかった、あそこ。あいつ、イカがいるだけの洞窟だった。酒場のおじいさんの話ってすごく面白いんだ。僕もいつか海賊に捕まってドキドキする大冒険をしたいな。え、死ぬじゃん、それ、海賊に捕まったら。お前、海賊なんだと思ってんの？ワンピースの水着だな。渦潮の中からいきなり吸盤のついた足が出てきて、ああ、もうよし。え、それイカじゃねえの？東の海で沈んでしまったイーストブルーで、いきなり吸盤のついた足。タコか。タコもいるわけよ、ここに。タコイカ論争がここでも。東に行くと灯台があるが危険だから近づくなよ。昔海賊がてっぺんにあった月の石を奪ってから灯台の中は魔物の住処になってしまった。どこもかしこも魔物の住処だろ、このゲーム。ボローニャの西の洞窟にも踊り好きのお化けイカがいるらしい。もうおるわい。そのイカおるわい。大体飲み込めた話は。破壊の鏡。ちょっとアイテムちょうだい、アイテムちょうだい。待てよ、こないだ見かけた黒い鎧の男も。そいつマジで、あいつライバル的な、このライバルキャラか。アモールの水。え、薬草もうないの？そんなぁ！じゃあアモールの水を作らさい。三つ。いや、ちょっといきなりアモールってもう薬草売ってくれよ。早いって、ちょっと覚えてます、一個。よし。もう薬草卒業早いよ、君。宝よこせ。しかし宝箱には鍵がかかっている。力ずくで開けろ。おお、なんだこりゃ。おお、見ろ、一番左、一番左じゃない、一番左はじいさんだ。左から二番目、キャプテンがいる。キャプテンクックが。船長どうします？優しいな、海賊。お前は牧場乗るか。なんだお前、海賊団に入ったのか。もしかしてへその代わりのものを探してるのか。せや。なんだ俺と一緒だな。悪坊に頼まれたんだ。しかしお前の連れているもの弱そうだな。俺もそう思うよ。イカだけだ、気の利いたやつは。いよいよ俺にはもう二人も子分がいるんだぜ。絶対にお前より先に見つけてやるから。二人も子分って。なんで数で負けてんのにそんな威勢がいいんだ。三匹揃えてこい。お前たち行くぞ。まずは人魚に会うんだ。え、子分ってモンスターの頃じゃねえの？こいつらは子分だろ。あ、紛らわしいわ。右二人は仲間じゃねえのかよ。なんでお前らも仲間みたいにしてんだよ。てか、船長あいつの子分かよ。なんなんだよ、この、このシナリオは。突っ込みどころが多いよ。む、怪しい気配。星が若い頃の武勇伝を聞きに来たのか。星がまだ向こう水の青年じゃった頃の話だ。70年ぐらい前だな。それから狂いも狂いもこき使われておったんじゃ。あるいは私は海賊どもの話を立ち聞きしてしまった。灯台にある月の石を奪えば海の水が引いて、宝を隠した火山島には誰も近づけなくなると。秘密を知ってしまった私を長く生かしておくわけはない。私は海賊どもの目を盗み海に飛び込んだんじゃ。多分宝は火山島に今は眠っておるじゃろう。月の石、海賊と一緒に海の底、人魚の協力。人魚というのは踊りが好き。ボローニャに行けばまた会えるじゃん。え、長っ。がっつりシナリオがある。今聞いただけでも2つぐらい、最低2つダンジョンに行かんといかんぞ。今話聞いた限りだと。え、がっつりシナリオが、なんかメダルある。ボローニャに行くの？人魚。だって人魚いないっつった。人魚いないっつったじゃん。
何するの？わし。堀井さん。あ、連続攻撃ってそんな分散するんだ。嬉しいな。堀井さん。いや、前見弱。ちょっと変えたい3人目が。ナンバー3がいつまでだっても。OHP5。いいね。もう前見育てるしかねえか。回復はしないけどな。お、あるじゃん！ここ？入れないでしょこれ。入れるの？月の石っていうのがないんじゃないの？まあ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 、気にするな。どこかに落ちてるかもしれん。おお、スイスイいける。期待していいのか、これは。あ、やっぱねえわ。うわぁ、くそ、じゃあその、一旦人魚に会わないといけないのか。え、ここ、急に何？え、どっから聞こえたんだ、今の声。え、今なんか俺、今のシリか？シリが喋ったのかって。俺なんか言った今。そんな起動させるようなこと。マルタの枝。お、これは！え、不思議なドアの祠を移動させる？え？何を言うとるんだ、君は。まあ、その時に、いずれ使う時は来るんだろうけど。しかも敵出ないじゃん、全然。なんか敵、あ、出る。めったに出ないんだけど。普通のフィールドの方がめちゃくちゃ出るの。なんで、灯台はすげえ敵が出るみたいなこと言ってたじゃん。フィールドの方が、死ぬほど出るぞ。てか、お前、キメラじゃん。来いよ。燻製肉。あれ、肉は？あれ、燻製肉なかったっけ？まあいいや、お前来い。キメラ、お前が来れば、見栄えがだいぶ良くなる。来てくれ！うわぁ！おい、キメラ、お前！肉食った食い逃げじゃねえか、あいつ。食い逃げでもあれ、死んだから食い死にか。食い死にじゃねえか、あいつ。追い返る。では、私が歌いましょう。くだらねえよ。あ、イカがいない、いるから踊れるってことなのか、これ。ひょっとして。まあでもなんかイカ喋んねえか、別に。ルカたちの息の合った踊りにつられて、なんと人魚が海から顔を出した。それになんて美しいんでしょうか。たまたま美しくてよかったな。ピチピチの人魚がいるぞい！うお、人魚が俺の目の前に、夢じゃないだろうな。なぜお前釣り合うと思ってるんだ、自分らと。おお、たくさん来たぞ。わい、人魚のお姉さんだ、本当にいたんだ。おい、あんまり見るな、お前ら。バカか。声をかけようかどうしようか迷っていたんだけど、楽しそうな踊りに誘われてつい出てきてしまったの。まあ、性格良さそうだな。もしよかったら踊りを見せてくれたお礼をさせてくれないかしら。え、なんですって、月の石をもらえないかって。交渉。少しは、人間的にも仲良くなれよ。月の石のことは女王様しかよく知らないのよね。そうね、悪い人たちじゃないって魔物たちも言っているし。魔物の言うことは聞くんかい。女王様に合わせてあげる。ちょっと見渡した。なんで人間より魔物の方を信用してるんだよ。俺ら魔物以下か。え、連れてきてくれたの？ここは海底に作られた人魚の国よ。女王様が国を治めてるの。この国に人間が来るなんて本当に久しぶりだわ。どうもどうも。信用を得たらしいな。月の石は空の先から降ってきた不思議な石。飛行石じゃん。人間が悪い人ばかりでないことは分かっています。でも簡単には信用できないの。まあ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 。俺を見てくれ。俺の目を見てくれ。そのあまりの出来の良さに映ったものが思うとある。破壊の鏡。けどさ、これその破壊の鏡ってやつも多分、何らかの効果あるんだろう。
だってなんちゃらの金も何らかの海渡れるようになったからさ、そこが面白いな。ただのイベントアイテムには収まらないから、そこが面白い。私は人魚の女王、あなたがここに何をしに来られたか私は分かっているつもりです。ほんまかい。人魚の女王よ、破壊の鏡を渡してもらおうか。おとなしく渡すなら危害を加えん。おい、お前せっかく俺が信頼を築いているところに。破壊の鏡はありません。たとえ持っていたとしてもあなたには渡しませんか。なんかドラゴンボールみたいになってきたな。ナメック星みたい。スターに出せばいいものを後悔しても遅いぞ。我がスマブたちを上手と捉える。おいおい、待て待て。お前の目の前に強力なモンスターがいるぜ。私たちは争いを好みませんが、皆を守るために戦います。え、君ら戦うの？朝礼寝てていい？このままあなたが立ち去るなら誰も傷つかずに済みますが、悪しき者に従う者よ、皆さんおしなさい。ん？よくも俺の思うの。え、何はどうなったの？オークがジャンプして突っ込んできて、何バリア的な？え、女王強。俺らいらねえじゃん。え、弱お前ら。女王が一番強いな、この中で。実はあなたのおトイレ、月の石も私たちの。てっきり俺らが。俺らの見せ場じゃないの。まあ楽なのはいいけど、思いのほか自衛の手段が整ってたな。ヨルドの村の北を探せば彼らの船に会える。ヨルド、じゃあそこに寄るか。ヨルドに。そろそろ地上に帰るぞ。連れて帰ってあげるよ。こいつギャルだな。人魚ギャル。おい、まだいるのかお前ら。いつ見ても綺麗じゃの。惚れてしまいそうじゃん。このじいさんだけには絶対に負けられねえ。多分じいさんもそう思ってるよ。人魚を嫁さんにするのはこの俺だぜ。まあ頑張れ。せいぜい時間を無駄にしてろ。でも意外と人魚ってああいう荒いやつに弱いかもしれんな。荒くれに。だって人魚といえば人間界みたいにさ、当たり前だけど秩序がない。守られなければいけないわけだからさ。ああいうパワータイプ意外と人魚に受けるかもしれんぞ。じいさんより一歩リードだな。あ、これ上だっけ？てんてんてん。そうだ、薬草が変える。薬草が変えるぞ。薬草が一番なんだよ。あ、もうほとんどアイテム。持てねえや。え、燻製肉40ゴルドなの？じゃあ骨付き肉いくらだよ？あのキベラ。一個何、うん百円の骨付き肉をあいつ食い逃げしやがったのか？食い死に。信じられねえことするな、あいつ。お、なんか身がある。なあ、あの、マフィアが手の中でコリコリしてるやつ。二つこれ握って片手でコリコリしてるやつ。守りの種。つってもな、まあいいや、もうまた使いも考えんな。考えないで使うからな、俺は。さあ、幽霊船だ。そうやって入るのか。ちょっと、横になってだから、縦になるか。さあ、気合入れていくぞ。うお、ちょっとあんまり広くするなよ。疲れるだろうが。レイギガース！名前はやべえな。もう後半の敵じゃん、名前だけ見れば。名前だけ見れば後半。まあでも、ここらで出てくるってことだ。この程度の実力ってことか。いやでも、なかなか強いな。なかなかタフではある。レイギが。さあ、仲間になってくれ。と一人解雇したやつがいる。誰とは言わんが。おお、経験値もなかなか。マイミスタンド、マイミ耳打ち、やかましい。見るからにしょぼそうな特技を覚えやがって。お前の解雇路線は免れんぞ。おー、踊る宝石。でもなんかこのゲームの踊る宝石ってそんな金、え、金持ってないんだろっていうか、お前
金手に入らないからだ。じゃあお前の存在価値何？踊る宝石。金抜きのお前の価値何？踊る宝石よ。性格を見ろと。踊る宝石の性格見ろってことこれ。92ポイント。すばらしいの誰？すば。もうガンガン使うからね。てか、売れはよくねえか、あれ。売った方がいいな。お前は、取るぞい！右ガース。ちょっと遊んでるよね、もう。うわぁ！やばい、前見が。くたばっちまう。お前、いい加減にしろ、こいつ。前見がしろ。ちょっと前見も残っててくないで、攻撃力はそれなりにあるから。よし。あと二人は回復しないでいいかまだ。アモール使うわ。誰にも渡さん。ボーンプリーズナー。お、こいつが仲間になってくれれば。こいつ仲間になるのか。もうすぐ死にそうなやつが。イカルが。のぞきってお前。え、骨じゃお前持ってんの。骨で稲妻切りすんの。それってどうなの。骨で稲妻切りするって。別に、まあできるんだろうけど。弱いじゃん、お前。ボーンプリ、来い！ボーンプリズナー。ボーンプリ！ボーンプリ！死んだ。もう死んでっけど。お、いや、お前何人もいるんかい。ん？あそこから落ちる。た、宝を残したことが心残り。何お前、元人間。元人魚。いや、ボーンプリズナー来いよ、お前、俺と一緒に。もう仲間だろ。俺と一緒に海賊やろうぜ。楽しいこといっぱいあるぜ。海賊になったら。ボンプリよ。来いよ。選手のロープを調べるな。じゃあ言うな。お、なんだこれは。来いな。え、てか左側行けなかったあれ。うわっ、うわっ、キャプテン、我らの眠りを妨げる者は誰。なんと我らの宝を狙う者はまだいたか。愚か者めが己の無力さを面白い、はい、幽霊船長。紛れもない幽霊船長だこれは。疾風のように切りつけた。ちょっとスラッシュ回復するか。薬草でいい。ちょっと薬草、まだ薬草でいいや。俺はアモーラ早々飲まさんぞ。お前疾風ばっかだな。この状況で疾風切りなぜ使ってどうすんだ。さあ怒るがよ。おお、お前のゾンビ切りそこで輝く。前にスコップでゾンビ切り。墓を作るってわけだな。スコップで、スコップで水流切り。おお、なるほど。工場火を吹いてる。まあお前が弱いっていうのはもう分かる。お前がろくな戦力を持っていないということはもう今までの戦いぶりから明らかだ。もうゾンビ切りが入るな。266。船長、仲間になれよ。俺たちと海賊やろうぜ。若いな、我らの負けだ。やっと眠いんですけど。若いっていうか、お前、骨だ。若いうんぬんの前に。お、ルカは宝箱を開けた。突き出し！選手のロープを調べた。ちょっと待て！ちょっと待て！え、宝まだあったろ？え、何？勝手に消えるとか聞いてないんだけど。まあいっか。ってことはそれだけのその程度のものしか入ってないってことだ。うわ、でもちょっとここの冒険の記録はできる。まあここぐらい買っておくか。よし、さあ次はじゃああの塔に行けばいいってわけね。
帰ってきたぞ。月の石、月の力で海が満ちる。なんと月の石が静かに輝き始めた。手順を踏ませやがって。え、何それ。お、いやでもそれ海が満ちるって、え、じゃあ今の村とか沈むじゃん。普通に考えて今の村からじゃ済まねえだろ。今の村は、まあいっか。あの村が沈もうが沈まいが俺の知った頃ではない。てか相当高いなこれ。2階だろ。100何階とかの景色じゃん、外の景色。そして急に周りが草原に戻る。そして魔物がたくさんいると言われていた灯台で全く変化する。ここら辺では死ぬほど変化するくせに。さあ最後だ。長い旅だった。え、何この音楽。ここまでのご案内ご苦労、ルカ。そんなポジション、お前なら宝の在りかを見つけてくれるだろうと後をつけていたのさ。宝は俺がいただく。そんな感じでいくのね、お前。そういうテイストで。ていうか何あの船長、言われるがままにガキに付き従ってんの。その帽子は、あのハットは、キャプテンハットは飾りか。エビルワンドて声、俺の仲間に。俺たちの仲間だろ。いや、冷たい気、強い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 。さすがエビル。仕方ない、薬草だ。俺はまだアモールの水を使うんぞ。俺はそうそうアモールの水を使う。そうそう使ってやらない。スラッシュはレベル14。エビル、俺たち一緒に来い。楽しいぞ俺たちの旅は。え、もうした。順路じゃなさそうだな。順路じゃない感がすごい。いやいや、おかしいだろこの敵の迫力。守る使うか。いや、ダメだ、まだ許可が出ていない。左のやつ何。アクアマリンホーク、すごいぞ。アクアマリンホーク、お前はすごいやつだ。死んだ。すごくなかった。いや、これアモールドに使うべきだった。どう考えても。いや、なんか見た目ほど強くないな。やっぱそれは序盤だからそうなんだけど、見た目ほどではないな君たち。デレ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 、誰か来いよ仲間に。ちょっといつまでモグラ連れてんだよ俺。モグラにはもううんざりしてるんだ俺は。うおっ、早っ、もう行ったのか。野郎ども急ぐぞ。分かりやすと親分ぴったりついていきます。え、それでいいのお前。どういう経緯があってこいつを信頼するようになった。あれ、なんか浮いてるような気がするぞ。泳げ泳げ、上に。泳げば大丈夫だ。死んだな。アクアマリンフォーク。いや、しかし、この程度の耐久力だったら、アクアマリンフォークが仲間になっても、おそらくモグラ、大して変わらんな、モグラと。モグラと大して変わらんぞ。ガメゴンの耐久力、耐久力のガメゴン、名前のアクアマリンホーク。誰を取るか。お、ガメゴンいい耐久力持ってる。やっぱガメゴン死なないっていうのはそれだけでいい。マイミー、いい加減にしろお前は。弱すぎるんだよ。いや、下だったか。下だ。おい、もうちょっとガメゴン戦うんだよ。逃げるともう余計大変になる。マイミーもなんとかしてくれこいつ。ついていけねえよマイミー。マイミーもダメだ。死なない。生き残る。マイミー回復するか悩むなこれ。回復してやるか。マイミー薬草だ。食え。
とりあえずお前死なれても困るんだ。手続きがめんどくさいからな。守るの水飲ますよ。よし、60しか回復しないのかよこの水。こんなミネラルウォーターを150円で売りやがって、許されない。来い、肉食わせればよかったか。うわー、もうさすがに肉食わせないとこいつが仲間にならないか。でも肉食わせる価値あんのかなこいつら。ガメゴン、ダークアイガメゴン、ちょっと小倉よりマシか。骨付き肉、骨付きしかないの。じゃあいいよ、お前らに骨付き早いよ。骨のないブラジル産胸肉ならお前らに食わしてもいいけど、骨付きはねえよ。ちょっと一緒に結構消耗してっけど、分解率がやべえ。エルファリアかドラクエモンスターで通過ぐらいだ。もう前に行かせる薬草ないよ。生き残れ、なんとか。全部避けて。よし、さあ来てくれ、三度目の正直。いやー、全然起き上がんないな、肉ないと。いや、もういいわ。エビルワンド。いいよ。逃げろ。打ち気。見てくれたの。お、霧が、濃くなってきた。トゲポーズ。このトゲポーズもガメゴンと互角ぐらいに強いんだろう。なぜか。おかしいだろ。スライム叩き、スライム叩きする。おい、前に、いいガッツだ。そのガッツに敬意を表して薬草使ってやるわ。薬草使ってやるわ。回復アイテムもうないぞ。敵が出すぎなんだよ。また来た。お前さっき下に落ちたんだから、そこから来るのおかしくねえか。俺が先に宝を見つけるんだ。めちゃくちゃ力あるなこいつ。意外と強いんじゃねえか。クソ、覚えとるよ。平面じゃ。なんで右に転がってくんだ。こっち？またか。転がる理由は何だよ、岩が。逃げるよ、ドラゴンキッズ。戦うか。いや、ドラゴンキッズ仲間になってくれたら嬉しいけど。トゲ坊主から倒してくれ。そいつはビジュアル的に絶対にいらん。トゲ坊主連れて歩きたいやつ、この世にいねえ。そいつからやめろ。まあ、でも画面ゴンでもいいか。今回画面ゴンでもいい。薬草使っとくか。薬草優秀だな。もっと買っとくべきだったね、薬草。アモールより全然いいわ、値段的に。なんでアモールあんな高いの。観光地価格じゃねえか、アモール。おお、溶岩、あいつらじゃあ溶岩に落ちたんじゃないか。溶岩に落ちててくれ。もういいえ、ドラゴンキッズは逃げさせろ。スライム叩き。ちょっと待ってくれ、マジで。このゲーム終始、そうなのかもしれないけど。このクソ演歌が一番の敵じゃねえか。クソ演歌と、HP だけ高い敵の繰り返しじゃねえか、ひょっとして。どっかで手に入ってくれよ。塩化率下げる相手。そして逃げられない。ドラクエの逃げないのこの計算式って、いろいろあるけど、だいぶ逃げにくい仕様だろ、これ。ここまでの逃げ率見るに。知らん。死んでるも同然じゃん、お前最初から。スターボール使おう。ボスまでたどり着ければ、絶対勝てる。アモールもあるしな。お前130もあるのか。じゃあなんとかなるよ。このクソ演歌が一番の敵だろ。ぜいぜいやっと見つけた、これで宝は俺のものだ。お前だからなんでこの階にいるんだよ、落ちたのに。え、何それ。
ああ、なるほど。騙された手下になるふりをしていたのか。さすがだ、海賊。それでこそだ。だいたいこんなガキに従う理由ないと思ってたの。こういうことで間抜け、散々な目に合わせよう。殺されないだけありがたく思うよ。こんな恐ろしい奴らだったのか。鎌持ってんぞ。宝を探し出すには俺の力が必要だの。古文にならないと宝のありかを教えないだの言っておきながら。貴様全く役に立たないじゃないか。じゃあ何の勝算もなくこのガキについてきてたのか、お前ら。どういう脳みそしてんの。この宝は狭間の王への贈り物にするのか。お前らなんかにはもったいない。ありがたくもらっていくぜ。おい、待てよ。俺の欲も騙したらお前ら許さんぞ。おいおい、この鎌が目に入らねえか、お前。まだそれだけの覇気を。え、何、宝ごと。立て付けが悪すぎるな、この洞窟。さあ、帰るぞ、鎌。あんな奴らを信じて俺がバカだって。ちょうどいいや、その宝をお前が持っていけよ。お前に選択肢ねえ。でも次は負けないからな。じゃあな。あいつ思ってる骨あるな、カメハ。なかなか、全くの根性なしというわけではなさそうだ。どこからともなく声が聞こえる。おい、聞こえるかどうか。不思議な力を感じたぞ。心配すんな。どうせ会わねえから。マルタにその代わりが今度こそ見つかったんだな。いいか、マルタに呼び戻すからじっとしてるんだぞ。このじっとしているんだぞが、いいな。悪くもない。ほら、回復したぜ。役立たずが復活した。破壊の鏡というもの、不思議な力をひしひしと感じるぞ。フリーだろ、全部。もはや。どうせ無理だよ。やった、止まったぞ。これでマルタは救われ。少し待てよ、お前。大体わかるだろ。ちょっと待たなきゃ判断できないことぐらい。仕方がない。もうちょっとずつ抜けていく。まずいな。今ので結構抜けたんじゃないか。所詮破壊の鏡はこの程度だったってことか。というか、俺をこのまま押し込めとくきか。多分お前、この後だいぶ長い間そこに入りっぱなしだぞ。でも破壊の鏡にも不思議な力があれば。破壊の鏡ってことは何かを壊す。手を出せ。何かを壊す能力か。物を壊す力。手頃な矢を見つけたら、岩の前で、三角。またウィンと来た。不思議な力。そういや、フィールドになんか変な岩があったんだよね。これは冷えるな。氷に閉ざされている世界が見える。もう言わなくてもわかると思うが、鍵はない。堂々たるもんだな。マルタのどこかにあらずだから見つけてくるんだ。これ闘技場だろ。氷の鍵。鍵の名前は多分氷の鍵。間違えるなよ。多分なのに。なぜ間違えちゃいけないんだ。お前ちょっと変だぞ。悪い。え、何壊せんのこれで。人は壊していいの。マルタは水浸しにするつもりみたいだ。あ、ちょっと水位が上がったんだな。なんか壊せるものないか。見てみるか。つうか、ボスいなかったな。なんか女王が倒してくれたんだけど、敵。これ何？え？労せず手に入る。年を取ってレベルが上がると頑固になってしまってる。こうなったらちっとやそっとと性格も変わらん。あ、そういうことか。モンスターもそうなんだ。ビーバー。次は地下に牧場を作ろうと思ってるんだ。氷の鍵、そんなローせず手に入っていいわけ。てか、新しいモンスター欲しい。新たなモンスターが。ちょっとモグラなんとかしてんだけどさ。何か。ホラ吹きマスター。まあいいか。今日はこれにしよう。それでは今日はこの辺で。いってらっしゃい。